お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら迫撃スキュラデッキ紹介していきたいなと思います。まあ、迫撃スキュラといえばめちゃくちゃね流行ってたデッキなんですけど、まあ、最近の環境だと特にマザーネクロがね、いることによってスキュラデッキ自体がまああんま使われてなかったんですよ。そう、まあなんですが、なんかちらほら今いろんなスキュラデッキがね、増え始めてます。まあ遅延スキュラとかはまあそこそこ使われてたんですけど、やっぱこうファイブがね入っていたり、まあ、あと今流行ってるデッキっていうのがまあ大体こう固定されてきたわけですよ。例えばエレジャイであったり、まあ、ゴレであったり、まあなんかホグもねちらほらいたりと、まあなんかそんな感じで限られてきたので、ロイジャイだったりね、まあそういったデッキに対してやっぱ戦える、方、メタカード、まあ大型に対してインドラ、入れてたりとか、またマザーネクロ対策でファイボが入ってる、であったり、しっかり対策されてたら全然スキラでもね、戦えるよっていうことで、スキラがねちらほら増え始めてますので、まあ今日はこの迫撃スキラ、やっていきたいなと思います。で、まあ、インドラがね今の環境大型多いので、大型に刺さるっていうので、まあ、活躍する、あとですねこのファイブヤガーメのスペル編成が結構大事で、あのマジスペルだけでクラロワって本当相性がね、覆ったりするぐらいスペル採用がね、大事になってきます。で今回このファイブヤガーメっていうのがまあすごい良くて、こうファイブだけだったら、まあ、マジアチャ倒せるとか、なんかね、そういうね、の皆さんよくわかってると思うんですよ。ホバリングやっつけられるだとか。なんですけど、このコンビネーションと言いますか、なんかホグじゃねえな。ホグは全然関係ない。ホグだったからね、ホグって言っちゃっただけなんですけど、5プラス、ヤナガメによって、ライドラとかをね、実は処理できたり、まあ、あとは、ダクね。ダクネって5打ってもまあ HP 残るんですけど、5プラスヤナメだとダクネをね、完璧に処理、できたり、まあ、 あの4コスに対して7コス使うんでね、まあ、そんな当たり前やろと、言う方もいると思うんですけど、5ヤナメって結構防衛力高くて何でも守れちゃうんですよ。そう、なので困ったら防衛迫撃してインドラで相手のユニット溶かして5ヤナメ打っとけばぶっちゃけ何でも守れるんですよね。っていうので結構防衛固めでね、すごいなんだろうね、大型とかにも戦えますし、なんならこう小物とかに対してもヤナアメが刺さるので、まあ、何でもね戦えるよっていうね、スキュラデッキでございます。なんで困ったらもう防衛迫撃置いて5ヤナアメ打っとけばいいっていう、そんな感じですね。でちょっとなんか相手が小物がねギャングにはヤナアメ徹底ぐらいで、まあ、いいんですけど、相手ホグなんでね、ホグに対して僕がダメージを完璧に防ごうと思ったら、もう防衛迫撃するしかないんで、まあ、防衛迫したいんですけど、攻め迫もしたいんですよね。攻め迫でダメージも稼ぎたいので、ちょっと攻めながら、よいしょ、できるだけ相手のダメージを防ぎつつね、頑張りたい。さあ、迫撃が一発入る。いや、これでかいっすね。で、ホグを溶かします。これ、ぶっちゃけ5打ってもいいと思うんですよね。僕のインドラが残れば、相手もね、結構きつい。お互いインドラが刺さるなんかイメージがありますね。さあこれはちょっと、いやーよ、あのインドラがね、僕この時対空がね少ないんですよインドラしかいないの。まあでもヤナアメとファイブがあるから、あの全然ラバとかねバルーンにも戦えるよっていう、そんな感じなんですけど、単純にインドラがね嫌ですよね。よいしょ。さあ結構いいカウンターがねできるんじゃないでしょうか。5打ってきた。ユニットもう一枚追加ぐらいしてからでもいいかも。でミニペッカとかいたんでね。あれ、ナイトもいるんでね。陸撃が超優秀なんですよ。で、ギャングが回る。よいしょ。で、ここで、スケルトン部隊ですね。が生きてきます。相手が今、スケラに、ヤナアメでザップを使ったんですよね。まあ、そしたら、このスケルトンどうすんのよっていうので、まあ、スケルトンラッシュと、このスケルトン部隊で、まあ、ザップだったり、穴埋めだったり、ウッド枯渇的なのがね、入ってます。ライド5を、迫撃に全然当たらんすね。よいしょ。で、5を使ったから、まあ、ここが形組んで、最後もスケルトンラッシュ打てば、勝ちかなっていう、まあ、そんな感じのね、デッキです。まあ、もし、マザーネクロとかいても、5打てばいいよっていう、まあ、そんな感じですね。よいしょ。ナイスっていうわけでね。いや、スケラー好きなんですよね、僕。そう、結構好きなんで、ちょっとね、スケラが、まあ、使えることはありがたいですね。ワンチャンこのデッキでトラゲも考えつつ、とは
思っています。まあ防衛迫撃も大事んですかね。なんか一発で相手のタワー折れるようなデッキではないんですよ、このデッキは。なのでしっかり守って、ダメージねコツコツ稼いでいけたらいいかなと思います。さあスパーキーですね。でもなんかねスケルトン部隊ってまあなんかあるっちゃあるんですけど、ジャイスケラとかね、なんか別にそこまであるデッキではないんですよ。しかもなんならこういう迫撃スケラとか高回転のスケラになんかスケルトン部隊が入ることってまあそうあることではないんですよね。まあ、なんですけど、まあ今こうエリババがいたりだとか、まあゴレとかしたりとか、まあそういったところでね優秀なのかな。いやメガナイトのジャンプさ優秀すぎスケルトン部隊全部持っていったっすよ。このムート残ってくれればねカウンターで攻めれたりできたんですけど、まあそれはしゃーなしで暇なので矢の雨で回します。なんかインドラは結構大事だと思うんですよね。で今回でスパーキーでしたね。まあいやホグだったな。えなんか贅沢ですねデッキが。まあ、防衛迫撃も結構大事。うわすんごいですね。これやっぱムートとかね延命してあげたいですよね。できるだけ延命してあげるとカウンターにつながっていくのでと思いきや、あのネクロが暴れてる。でまあここスケラ打ったところでカウンターがちょっと怖いので、てかまあもう打ってギリギリなんでねステイしますね。まあとる4000、5000体で入るようなデッキですねこれコメント欄絶対あります、そのデッキよく見るっすって絶対あるんですけども、まあこういったデッキには無理して攻めないことが大事ですね。やっぱ攻めてしまうとカウンターが来るんですよ。ぶっちゃけクラロワって自分から攻めなければ、まあ、負けることはほぼないんですよ。まあ相手がスペル削りデッキとか、まあ、そういったデッキの場合は別なんですけど、基本的にね自分から無理して攻めなければピンチに至ることはないんですよね。そうなので全部棒で使ってあげれば、まあ、基本的には何でも守れます。まあスケルトン部隊今も使う必要はないかなっていう感じ。うわ待って、これランバーちょっとあえて無視してここで攻める。で攻めの形がやっぱできていたので、あそこのランバーを一旦守ってたらちょっと攻めの形できないのもったいないかなっていう。おームートか、ムートかっつって、ムートもなんか使用率減ったっつね、めちゃくちゃ流行ってたんですけど、まあなんか微妙な下方が入り、まあ、その後全く使われてないことはないけど、まあそんな使われてるわけでもなくっていう感じですよね。あれ迫撃砲とファイボとかで守れそうですよね。いやネクロに攻撃してくれるとすごい優秀だったんですけども、まあ、ムートが優秀、そしてまあヤナアメ打っとけばほとんどねユニット解けます。まあ、これが優秀ですね。ファイボヤナアメで何でもね、小物にも万能ですし、大型とかにもね、形組んできたのを全部溶かすことができると。いやこれね結構肌に合うというか好きなね、迫撃スケラだなと思ってるんご。まあ、そんなわけでやってきます。よろしく。大事なのはまああと迫撃ですね。もう攻めでも防衛でもやっぱ自分からこうねすごいいろいろやっちゃうとなんかピンチになる、いろいろやっちゃったというか、スケラーいけってスケラー打ってると、うわマーザネク出てきたであったり、ファイブコストがねとか、まあなんかこう予想外のね、うわーマジかガゴムレかよみたいなこととかもあるので、まあ、基本的にやっぱ迫撃で攻めていくとなんかね大カウンターを食らわない理論があります。はい、なのでもうスケラはね飾りぐらいの勢いでいきましょう。スケルトン部隊これね相手普通予想つかないですからね。だからこれは結構ね今チャンスですよ。インドラと今僕の相手はエリババ咲いて、スケこれこのドラゴンも咲いてるんですよ。だからコストがそこまであるわけじゃないんですよね。延命してあげたいね。よいしょ。絶対きついです。で、多分ラバ。だからこれスケルトン部隊が来ると思うんですよね。今のタイトル熱かったな。これ見て。サク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 。これ生きりって言います。これ。なんかラバホリーのインドラスケドラ、エリババスケルトン部隊。まあ、もしかしたら縦の戦士なんですけど、まあラバディガーのファイブザップゴールやないかい。どこがゴールやねんっていうね。感じ、今のヤナメ痛いですよね。ヤナメ取っとけば、これね、ゴレインドレ溶かして、ダクネとゴレの小型、ヤナメファイブで溶かせたんですけど、調子乗ったっすね。そんなことしてると良くないです、本当に。まだ、あ、インドラがちょっと強いですね。これはまあ困ったら、なんかでいいんじゃねえかなとか思うんですけど、ヤナメ欲しいな。ヤナメ
やっぱ結構優秀なんですよね。これこういうとことかね、サクサクサクってサクサクサクって、まあ、1点逃してるんですけど、まあ、しゃあなしで、これはね、ファイボー間に合うかな。ファイボー、いや、ナイス2倍タイム、2倍タイムに救われることって結構ありますよね。よし、いや、これはもうでかいですね。あと僕守ればぶっちゃけ負けないので、まあ攻めつつ守りつつみたいな、そんな感じやっていこうかな。さあ、まあ防波を言っとけばいいんじゃない。でナイトインドで、ゴレ溶かせたら、まあ、あとファイブアナベで相手の攻撃全部ハゲさせれますので、まあ、ハゲさすイメージでいきましょうか。まあ、相手もしっかりね、よいしょ、このゴレを残してきてますよね。よいしょ、いや、これね、もうこれで全部何でも守れちゃいます。で、なんならもう僕はでも攻めないといけないので、300をね、落とし忘れないようにしつつ、エリーババとかいるんでね、今いつ出そうかなっていう。いやー、諦めるんかい。さあ、まあそんなわけでね、防衛守ろうといえば多分本当に何でも守れるデッキかな。で、やっぱ対空がインドラだけなんですけど、なんかラバルデッキとかバルーンだったらもう頑張れよって話なんですけど、まあ、ラバルとかだと、まあ逆にラバパピーに穴持てるし、ラバデッキって結構基本的にはやっぱスケドラが入ってたりするので、まあ、そこにファイボとか打てるんで、意外とラバーに相性いいのかなって思ってますね。あと陸でムートとか、スケルトン部隊とか、まあ、基本的にラバデッキは陸がきついので、まあ、そういったところでプレッシャーかけながら戦えばキングジョーよろしく。な、そんな感じかな。で、あんまなんかね、僕ヤリゴブリンとか避けるカードがないので、基本的にヤンダーメぐらいならカード回しで使ってもいいと思います。まあこれでカゴブリン来たら知らんけどっていう、ウッドヒスピー、まあ神器デッキ、陸で攻めるムートエリババデッキ、または、まあ先ほどロイも多いですね。ロイマザネク、メガゴが入ってるか入ってなかったりみたいな、メガゴちゃんですね。これちょっと待ってから出します。なんか同タイミングぐらいだと端前でね、ムートが走んときに相手の陣地側にメガゴいて、なんかメガゴ無双されるとか、まあそんなこともちょっと考えつつ、あ、これ早く打たなくてもいいかな、ぶっちゃけ。うん、まあまあ、まあ、さあ、エリーババロイですね。確定ロイで、ロイに対してはまあインドラが刺さりますね。相手が、まあ、マザネックメガゴでファイブヒースピなんですよ。まあ、だからめちゃくちゃカウンター来て、相手ユニットめっちゃいて、豚にインドラタケ取ってる間にファイブ打たれてとか、なんかもうすんごいシチュエーションにならない限りは、まあインドラだけで守れるんですよね、ロイジャイを。まあ、だから基本的にもう守って守って守ってでもいいですし、まあ今ぐらいならここで攻めて、ロイこんにちはってしてあげて、まあ、インドラでね、さよならってしてあげる、まあだけでもいいと思うんですよね。あのメガゴはね、ちょっとファイブ打ちたくなるっすよね。でも、ファイブ打ったらマザネクが怖くなるので、もう打たないですよね。インドラ強え、これが強えですよね。ナイス。で、まあ、エリババにはスケルトン部隊いるんでね。で、今エリババとか来たら、絶対スケルトン部隊来るの分かるじゃないですか。ってことは、相手は攻め、ウッドをしてくるんですよ。なので、そういうところで、ちょっと駆け引きしつつね。もう、使ってきた。これちょっとマザネク読みファイブしていいですか。あー、ありがとうって言われちゃった。うん。ね。やるなって、ありがとうって感じ。情緒不安定かっていうね。よし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 。いや、これは、ね、暇だったんです。暇だったから、もうあれでカード回しとかしちゃってね。これインドラ無双ですからね。インドラ無双で、ここムートで、まあ、溶かしてあげると。で、こういうのに、相手はトリトンで引っ張りたいんですよね。いや、そうなんですよね。やっぱそういう心理になっちゃうんですよね。まあ、あれとかも5打っちゃってね。こうめんどくさいんでね。さあさあさあ、僕の負け筋は、今僕結構攻めてるんですよ。攻めてるから、エリババの受けがね、ちょうどなかったりだとか、こうインドラされた瞬間に、まあ、逆サイドロイされてとかですね、それがちょっと怖いですけど、まあ、困ったら防波とかでね、守りつつ、このインドラムートの受けも相手からしたら結構うざいと思うんですよね。さあ、ナイトとかで蓋して、この辺にね、ヤナム打っとけば、まあなんか、いい感じになるんじゃねと思ったんですけど、おー、よい、よい、え、これさ、スケルトもよくない。思ったよりユニットめっちゃ残ってましたね。で、まあマザネクにはしっかりね、徹底して5打たないと、まあ豚はね、今ムートが処理してくれてる。お、すごい、相手のトリトンが、いいね、流れは非常になんかいいですね。
で、まあ、負け筋をなくすのであれば、ここで防衛反撃ですね。攻め吐きしたら、逆サイロイからの、攻めファイボからの、みたいな、パターンがまあゼロではないという感じなので、まあ、ここで防衛してしまえば、相手は、ね、こうやっても攻めるしかないっていうか、まあ、攻めなくてもよかったんですけど、別にインドラとかで、ね、全部回収できてっていうサイクルになるので、もうだって、スケラ打って最後ね、マーザーネクロ、こんにちは、さようなら。っていうね、5打ってあげれば、もう勝ちではないのでしょうかと。まあ、いうわけで、まあ、なかなかいいね、防衛が硬いです。まあ、攻めが、手札がかな。まあ、なんか、ウッドとかタルババとか雪玉だと、ぽいぽいぽいって感じでね、スペル、使えるんですけど、やっぱ3コス以上だと、ちょっとだけ抵抗が出ますよね、スペル。山雨とか。スペルで3コスってあとあんだから。まあ、クローンとかを適当にね、芝クローンぽいって捨てれる勇気がある方ならいいんですけど、そう、やなめあんま避けねえなって方もいると思うんですけど、ちょっとカード回しにくいんでね、若干。まあ、その辺はやなめとか、スクレットの舞台始まり出して、まあ、ああ、君、どうせマザネグでしょって、ファイブ打ったりとか、ああ、君、どうせロケット押しでしょって、読みやなめ、パパカって打ってば、いいんじゃね。そう、SK モルテンですけど、多分偽物。なんか、モルテン、大文字じゃないと思うんですよね、名前が。MORTN。M だけ、大文字か、なんなら M も小文字だった気がしますね。まあ、これ海外のめちゃくちゃうまい人の名前なんですけど、名前だけめちゃくちゃうまいですね。はい。まあ、本物だったら知らんすけどね。さあ、これ、さては、暇だったんで、まあ、アイビズサイトし攻め吐きしたんですけど、ウォロキー。もしエレジャイだった場合、結構積んでます。なので、あんまやんない方がいいのかな。今までだと、マジ、攻め吐くってバカ強いんですよ。なんか逆サイ攻められても、まあ、なんかで守れるし、なんか攻め吐くって4コストで、ね、めちゃくちゃダメージも与えれるんで、めっちゃ強いんですけど、最近の場合、エレジャーがいるからちょっとな、良くないのかもしれない。今のとか。アイビスウィズとか、まあダックプリとか、ベビドルとか、まあエレジャーの可能性があるユニットが出た場合、攻め吐く撃は結構気をつけた方がいいかもしれないですね。まあ今回ではスケラだったんで、まあ良かったんですけど、ちょっと怖いですよね。やっぱ、迫撃を置いた瞬間、端前エレジャーされるだけで、タワー落ちてしまう環境ではあるので、ちょっと気をつけなきゃね。トリトンとかやればいいんですけどね。いないので、ちょっと気をつけながら。まあ、スケラ対決ですかね。まあ、インドラが刺さるのと、僕のムートも相手からしたらちょっと嫌なんじゃないっていうところでは、戦えそう。ちょっとなんか嫌だな。嫌だな。嫌だな。スケラの後ろが嫌だな。後ろが嫌だが、これ、でも結構なカウンターチャンスではあるんだけどね。相手がやっぱめちゃくちゃ攻めてくれてるんで、カウンター行きたいんですけども、なかなかうまい感じに攻めれる流れではないですね。まあ、イントで守ってからこのインドラスケラとかもまあ強いんですよ。インドラスケラとかも強いんですけど、僕も1000まで削ってるんで、さすがに2300いけるよ、こっち攻めた方がいいですね。で、あとは、どう守るかなんですけど、攻めてもいいですよね。だから攻めたい。両サイ、ちょっと意識にしながら、ベビーはインドで剥げる。で、これ、柳雨がね、結構スケラのね、防衛とかでも優秀なんですよ。よいしょ。いや、ナイスナイス。あ、竹がバカ。で、迫撃がちょっと入ってるから、そこそこにダメージ取ってますね。もう攻め迫撃します。一生攻め迫で、なんなら神ファイブを狙っていきたいですよね。ちょっと流れが怖いですね。あれ、インド端前止めて、絶対スケル打たれます。絶対スケル打たれるから、打たれんのかい。逆に僕打っちゃえばいいのか。これ防衛やな目、すごい大事です。タルババとこのスケラをね、よし、相手スケルトン部隊読み、これもう耐えちまえば俺の勝ち、あとは祈るだけ。オッケーオッケーオッケー、危ないですね。危ないですけど、まあ、みたいなね。スケラーは、お、ポイズン。僕、今の相手、ポイズンだったんですけど、マジ、ポイズンだと、マザネクに今、ボコボコにされるんで、スケラ使うなら、多分、ファイブの方がね、おすすめです。というわけで、まあ、ポイズンだと、やっぱ、ゴレとか、大型にね、戦いやすいっていうのあるかもしれないんですけども、ぜひね、今、ファイブ型のスケラが、まあ、そこそこ使えますので、皆さんもね、これ、よければ使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。